ヤーの追跡の手を逃れるため、ジジに伴われたジョーたちは霊峰山へ向かった。レオンとライラの身を魔導霊士の王者ドラゴに託すためであった。だが檻から霊峰山は霊力を奪う会食の霧に包まれていた。マーダムの大部隊はこの機を逃さず霊峰山に総攻撃を開始した。ドラゴは自らの命を代償に会食の霧を払い、全てのものを山から落ち延びさせたのであった。申し訳ございません。もう一歩でレオンとライラを取り逃がしました。百目組もガーンズロックも口ほどのこともない。ですが姉上、霊峰山の魔導霊士の組織を壊滅させたことには間違いありませんわ。おお、失敗した者の肩を持つのか、メイギャン。いえ、そのような。まあよい。アガディアの王子と王女は確実に追い詰められている。慌てる者は得てして自ら尻尾を出すものよ。仰せの通りです。もはや奴らに安堵の息をつける場所などありません。必ずや仕掛けられた罠にかかるはず。お二人が大丈夫か、ライラ。ええ、さっき崖を降りた時に毒人手に刺されたのです。みーいバリバリ、バリ。毒人手には万事草の根がよく効くというがの。万事草？それなら確か少し前に見かけましたが。おお、そうですか。しかしまた戻ることに。大丈夫です、私が取ってきます。あ、レオン様。王子様を一人で行かせて大丈夫なのかよ。ガキじゃあるめし。一息つくとすっか。何やつ。ここらの万事草は妙薬じゃ。そなたは。おいたみゆえ人手に刺された古傷がなかなか治らんでの。わしにも少し分けてくれんか。そうですか。ではその器をこちらへ。何？では目当てのものをいただこうか。ない、ハーメルの絵画。ならば。ライラ。なあ、ちょっと遅すぎるんじゃねえか。うん、確かに。お兄さん。おい、じゃあ、あれ？じゃあ。
どうしたアジョ。お兄様、それは確かレオン王子が持ってた短剣じゃねえか。レオン様の他に何者かがいたようじゃな。じゃあレオンはそいつに連れ去られたってわけか。うん、お願いです、お兄様を、お兄様を探してください。お兄様にもしものことがあったら私生きてはいられません。お願いです、早くお兄様を。連絡はまだ入らぬか。あ、今だ。何をしておるのだ、あやつらしくもない。手の物を放ってあります。追って連絡が入りましょう。あやかめ、まさかしくじったわけではあるまいな。お目覚めか、王子殿。お前は、そうか、先ほどの老婆はお前だったのか。追っ手の者だな。ならば、なぜ私を殺さぬ。何を企んでおるのだ。なんと。この顔で王女をおびき出す。何？のこのこと出てきたところを襲い、ハーメルの貝をいただく。待て。ハーメルの貝を持ってないのなら、お前にはもう用はない。殺してやってもいいんだ。今すぐに。なぜそんな悲しい目をしている。何？何がそんなに悲しいのだ。お前の目には深い悲しみの色が見える。黙れ。その目ではライラを騙すことはできぬ。黙れ。妹のことなら何でも分かってるとでも言うのか。笑わせるな。そんなことがそう簡単に分かってたまるか。妹のことなんて。お前。上出来だぞ、綾香。お前たち。綾香、見事罠にかけたな。さすがはお頭の妹。あやか、ハーメルの貝は手に入れたのだろうな。いや。では残る王女を捕らえるか。やめろ、ライラには手を出すな。何をバカな。おやめください。そうだぜ、一体
何考えてんだよ。しかしこのままでは奴ら、あんたが考えてるよりずっと恐ろしい連中なんだ。何するかわからねえんだぜ。いいじゃねえか、やらせてやれば。何を言い出すんじゃ。ジョー、できると思うならやってみろよ。言うだけなら何とでも言えるぜ。ジョー、おい、ジョー、いい加減にしろよ。血だ、血の匂いがする。みまさか、お姉様。もうそのぐらいにしとけ。そろそろしまいにするか。わしらの妹とて組に背いた者に何が待っているか、百目組の掟知らぬはずはあるまい。お前たちに私がやれるのか。やかせ。どうして私を。何、綾香が裏切ったと。王子をかばい立てし我らに刃を。綾香、おのれ。ここが洞窟の出口か。礼を言わねばならぬな。なぜだ、なぜ私を。うるさい、私はただ これは雪ボタルさ。雪ボタル、妹の名はライラという。彼女は、お兄様、このお方に助けていただいたのですね。ありがとうございます。
ても王子、一体どこへ行ってたんだよ。それで万事草の根は見つかったのかよ。万事草の根、妹の足の怪我の薬にと。ああ、それで。あ、これは万事草の根をすりつぶしたものだ。怪我をしているならこれを使え。お兄様を助けていただいた上に私の傷の手当てまでしていただくなんて。気にすることはない。ありがとうございます。何とお礼を言えばよいか。拾ったか。久しぶりだな、ジュオ。それにオズ。コズだ。あやか、匠組の掟は知っておろうな。皮肉なものよ。己が作った掟により、己の妹を手にかけねばならぬとはな。妹、妹だったのか。覚悟は良いな、綾香。綾香、逃げるのか。何言ってんだよ。その女、俺たちをはめやがったんだぜ。ジョー、ボス、お前らも一緒に死んでもらうぞ。やれ。しっかりするのだ、綾香。綾香、しっかりしろ、綾香、綾香。こうなる運命だったんだよ。こうなる。お前、あの時言ったな、悲しい目をしてるって。今でもそうか。お前を見た時から私は、やれやれ。
丈夫かジジ。あの術を使うと寿命が縮まるんじゃい。コズナーの妹がレオンをかばって死んじまうなんて、俺には訳がわからねえ。さっぱりわかんねえ。理屈ではわからぬもんじゃ。それが人の心というものよ。